マスコト先生も親ガチャの動画を出しているわ。ここはお母さんも親ガチャの動画を出さないと。母のパート先の塾には小さい頃から勉強漬けの子供がたくさんいます。まるまるくん、授業よりずいぶん早く来たのね。予習したら朝から違う塾で3時間も勉強してきたんだよ。夏休みは毎日ずっと違う塾で朝から勉強しているんだよ。授業が始まるまで休みたいよ。あらん、小学校低学年なのに大変ね。その日、予習をしなかったまるまるくんの漢字テストは4点でした。迎えに来たお母様が声を荒げました。キー、何 ?4 点って。あなたは将来お父さんみたいにならないといけないのよ。ここのお父さんは確か官僚。うちみたいに親が Y 国立大学ぐらいだったなら、ここまで勉強させられずに済んだのに。チャンネル登録よろしくお願いします。他にもいます。うちの息子はハーバードに行かせます。同じく、顧問、英語、ソロバン、あと何をさせればいいでしょうか。死にたい。まだまだいます。ある日の授業中、生徒さんに尋ねました。将来は何の職業に就きたいですか？はい、僕はお父様のような立派な医者になりたいです。あらん、乱労もしてトマホークに出演したりして。あらん。さらに、こんなご兄弟もいます。シカクシカクくん兄弟は、うち以外にも塾に行っているんだよね。そうだよ、ここ以外にもたくさん塾に行っているんだよ。なんでそんなに勉強しているの？僕たち、医学部に行きたいんだよ。あら、素敵な夢じゃない。昔、お父さんが医学部を何度も挑戦したけれど、ダメだったんだって。だから僕たちがお父さんに代わって医学部に行くんだよ。お父さんの夢叶えちゃう系？親ガチャは、貧乏や地方出身だけが不幸なのではありません。お金持ちがたくさん習い事をさせて、親の仕事や夢を押し付けてくるケースもあります。母は娘に恐る恐る尋ねました。あなたの親ガチャは外れなのかしら？ああ、お母さんはマシな方なんじゃないの？お父さんはキモいけど。そう？お母さんはマシ？よかった。お父さんはキモいわよね。うん、マジキモい。お父さんに言ったらダメよ、キモいとか。お父さん傷つくから。母は主人をかばうふりをして、内心ほっとしていました。パオン。いいねボタン、コメント、いつもありがとうございます。